こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日は BMW 3シリーズのグランツーリスモをご紹介したいと思います。この車がどんな車なのか簡単にご説明しますと、まずこうホイールベースがねドーンと長くなった分、後ろの席が広くなって、そしてラゲッジスペースは本当に大きいですよ。荷物をたくさん積んでみんなでワッワイワイゆったり出かける、その性能を見てみたいと思います。3シリーズのグランツーリスモを一番よく表しているのがこのサイドビューだと思います。ホイールベースが長いのですごく伸びやかなデザインですよね。なんですけれども、こう前後が割とこう低くスポーティーに見えますよね。これ実際は、セダンとかワゴンよりも背高いんですけれども、なるべくこう低くシャープにね抑えるような工夫がしてあるんです。そしてリア周りですけれども、はい、こちらハッチバックです。このようにねオートで開くんですけど、セダンでもなく、そしてワゴンでもない新しいスタイルがこのグランツーリスモなんですね。このルーフラインからつながってこのリア周りを低く抑えられた理由は、この BMW で初めて採用されたアクティブスポイラーのおかげなんです。これがない場合、実はここから7センチほど高いデザインにしないと BMW らしい運動性能を実現することができなかったんですが、このアクティブスポイラーをつけたおかげで後ろもこうキュッと下がったスポーティーなデザインが実現できたっていうわけなんですね。そしてこのハッチゲートなんですけれども、今みたいに傘をさして荷物を持ってなんていう時にも便利な機能がついているんです。このようにバンパーの下に足をかざすと、なんとハッチゲートが開いちゃうんですよ。これなら雨の日でも楽々荷物を積んで傘を閉じてゆとりの動作ができますよね。そして驚くほどこのラゲッジ広いんです。後部座席本当に広いんですよ。3シリーズのツーリングワゴンタイプの車ですね。それよりも7センチほどこの膝元広くなってるんですが、もうね運転席と助手席がちょっと遠いかなっていうぐらい広いんですよね。なのでもう足を組んでゆったりとくつろげちゃいます。BMW 3シリーズのグランツーリスモということで、アイポイントがですね6センチ高くなってるので、今ねすごく狭い道走ってるんですけれども、こういうところはやはり見晴らしが良くて運転が楽ですね。ここあまり路面が良くないんですけれども、こうボコボコを乗り越した時の収まり感はさすがいいですね。やはり今乗ってるモデルは、328、今回は320、328、335と3つですね、エンジンが用意されているので、その中間のグレードということになります。高速道路に入ってきましたけれども、加速したい時はパッと力が出るし、そしてこうロングドライブでもですね速度の維持っていうんですかね、これが非常にしやすいので、本当に快適に楽に運転できると思います。つなぎ目があるんですが、こういったところすごく快適にスッと乗り越してくれましたね。ガツンという突き上げは全然ないですね。やはりこう3シリーズのセダンよりもさらにこう快適性、そこを重視したセッティングになっているように見受けられますね。いや本当に乗り心地も良くて、そして荷物もたくさん入って、おまけにスポーティーと、なんか BMW の機能性と実用性をうまくミックスしたような車に仕上がっていましたね。そしてこの3シリーズのグランツーリスモにはいくつか顔があります。ここにあるのは、スポーツ、モダン、そしてラグジュアリーの3つなんですけれども、随分雰囲気が違いますよね。こんな車に乗ってロングドライブ出かけたいですね。